証拠聖母、芥川龍之介。天草の原の城の内来るは、立ち上る火炎、飛び違う矢玉、伏し重なった男女の死骸、その中に手を負った一人の老人。老人は石垣の上にかけたマリアの画像を仰ぎながら、公正に晴れる矢を唱えている。たちまちまた一発の銃弾。 老人は、のけざまに倒れた義理。二度と起き上がる気色は見えない。白衣の聖母は、石垣の上から、黙々とその姿を見下ろしている。おごそかに、悠々と。白衣の聖母。いや、私は知っている。それは、白衣の聖母ではない。明らかに、ただの女人である。一打のバラの花を愛する。 ただの孔毛の女人である。見たまえ。その女人の下には、こういう金色の横文字さえある。ウィルヘルムタバコ紹介、アムステルダム、オランダ。